皆さんこんにちは。今回もイワークが強いのか検証、やっていきますよ。前回は、オニオンくんと、ピンクババアを芝居たところまでですね。今回は、その続きからやっていきたいと思います。正直前回のパートは何事もなかったので、今回は、多少苦戦する相手がいたらいいんですけどもね。オーロットとか、こういう苦戦しそうなポケモンが出てきても、岩なだれという無限の可能性があれば、意外と負けることがないんですよね。そういう理由もあって、道中、ほらね、こういうことなんですよ。イワークが、強く感じてきました。技が使えるということが、こんなにも素晴らしいとはね、改めて実感しています。正直私、イワークは本当は強いという方向に、傾きつつあります。さて、問題はこいつですね。ゴリランダーになったわけですし、さすがにそろそろ AI も賢くなってくるんじゃないでしょうか。私当てろや、外すのは一番いかんって。お、さすがに物理技だけあって、一発じゃやられませんでしたね。これがイワーク先生の耐久力なのだよ。問題は、この後どうするかですけどね。ダメだこいつ。完全に相手を格上に見ていやがる。耐えたー。やる気はないのに無駄に耐える。この意味のない行動、たまりませんねー。やる気がある絶好調の時泣いたら4倍弱点でやられるぞ。生き耐えはしましたが、非常に絶望的な状況ですね。せめてイワークが、攻撃を当ててくれてればワンチャンあったのになー。避けてくれました。これは嬉しい。とはいえ、ここから岩なだれでひるませないと、勝ち筋はありません。ひるまないか。イワーク、なんだこのやる気は、この自覚は。こいつは本当に、物が違う。絶対絶命な状況からでも絶対泣いたら4倍弱点でやられるぞ。それは聞いてないぞ。せっかく神がかり的な展開で、勝てると思ったのに、ホップくんも、本気を出してきやがった。おお、ナイス急所大ワークよ。本当にこの子、今まで使ってきたクソバードとは、格が違いすぎる。この子は本当に、自分が強いことを証明しようという気があると思いますね。やったぜ。ゴリランダーを、一戦目で倒すことができました。最初の2連続岩なだれミスがなければもう少し余裕があったかもしれないですが、奇跡的な展開を起こしてくれたので、拍手をしてあげたいと思います。パチパチ。ヘビーボンバーでも、やられることはなさそうですね。砕ける鎧で防御が下がっていても、このダメージ量ですからね。ということで、難なくホップくん、突破です。続いて本日の目玉、メロン戦をやっていきたいと思います。相手から弱点をつかれますが、こちらからも弱点をつけるので、本当に実力勝負になるんじゃないかと思います。一応達人の帯を持たせて、火力を底上げして、挑んでみたいと思います。一戦やってみないと、状況がわかりませんからね。でかい。どことは言わんが、でかい。メロンとは初対面なので、一戦目はまず、相手の行動とかを探っていく感じなので、そこまで勝利は狙っていません。一回挑んで、何をすべきかを考え、対策を立てて本番に挑みたいと思います。ほんとでけえなこの人。どことは言わんが、使ってくるポケモンは、モスノウ、ヒダルマ、コウリッポ、ラプラスですね。名前だけ聞くと、マクワよりもよっぽど優秀なポケモンを使ってくるように感じます。初手のモスノウですが、こいつは特に問題ありません。デリバードのように、岩技で即死すると思います。オケオケ、予想通りですね。モスノウに対しては、特段作戦を立てる必要はなさそうです。問題は、この次からですね。一応、ヒダルマとコウリッポにも弱点をつけるので、どうにかなるとは思うんですが、やってみないと状況がわかりませんからね。
そんな行動してくるのか、隙だらけやんけ。ありがたいですね。よすよす。あれ、もしかしてメロンって、弱い人？苦戦するかと思ってたんですが、案外あっさりと勝てちゃう系の人？この調子なら、リワークが強いことを証明できるだろこれ。3体目は、コウリッポですね。コウリッポも、一応対策は立ててきています。アイスペースで物理技を無効にしてくるので、多段ヒットできるロックブラストを、用意してきています。リワーク、あまりにも強いぞこいつ。ノーダメージでメロンの3匹を突破してしまいました。動画の見せ場になると思ってワクワクしてたのに、本当の意味で、見せ場になってきました。イケイワークよ、このまま一発で勝利して、お前が強いということを、証明してくれー。一応5回ヒットすれば、ロックブラストの方が火力は出ますが、そううまくはいかないと思うので、安定火力の、岩雪崩を選択します。でかい。どことは言わんが。思ったよりも、通ってますねこれ。ダイマックスしてなければ、乱数だったかもしれないですね。これ以外と、ワンチャンあるのでは？リワークくん、普通に低レベルで、メロンに勝てるんじゃないかという気がしてきました。相手とのレベル差もそんなにありませんし、このくらいのレベルであれば、リワークは実は強いと言っても、いいんじゃないでしょうか。さて、本番行ってみましょうかね。砂漠の街の掘り出し物で、メトロノームが売っていたので、購入してきました。こだわり鉢巻きでもあれば、そっちを使った方がいいかもしれないんですが、あいにくこの時点では、入手できませんからね。何回か戦ってみて分かったのは、コウリッポが、地味に厄介です。ロックブラストの攻撃回数次第で、普通に負ける可能性があります。コウリッポで火力を出すために、メトロノームを使うという感じです。あわよくば、メトロノームの最大火力でロックブラストをぶっ放してやれば、ダイマックス状態を、ワンパンできるかもしれないですからね。ロマン砲というやつです。これが通用するのか、一回やってみたいと思います。このレベルでメロンに勝つことができたら、さすがに強い認定しても、許されるんじゃないでしょうか。ほとんど通常プレイのレベルと、大差ない状態ですからね。さすがの火だるまですわ。リワークを、これだけ削ってくるとは。おお、非常に理想的な状態です。砕ける鎧のおかげで、次のターンは先手を取れますし、メトロノームによる恩恵も、一発分上乗せすることができます。ギリギリ落としきれないという、普段なら良くない状況も、メトロノームを持たせることで、いい状態になりますからね。問題は、このコウリッポですね。ここに関しては、ロックブラストを3発以上当てて、ワンパンする必要があります。コウリッポくん、ろくなことをしてきませんからね。相手の攻撃を一発無効にするタイプの特性って、本当に優秀ですよね。ナイスデイス。ほぼ理想的な状態と言っても、過言じゃない状態です。あとはメトロノームロックブラストで、ラプラスにどの程度のダメージが通るかが問題ですね。達人の帯を持たせたいわな誰でも、あのくらいのダメージは出ていたので、全然可能性はあると思っています。メロンよ、お前のデカさとも、今回でおさらばだ。本気を出したいワークが、お前を粉砕してやるぜ。いてつかせてくる前に、お前のポケモンは瀕死になるんやで。
お、いけるでこれ。4回当ててくれー。惜しかった。あと一発当ててれば倒せてたのにな。結構低いレベルで岩悪柄プラスを倒せていたら強い証明ができていたんだけどな。ですが今の戦闘で光明が見えましたね。勝てる可能性が見えてきたんじゃないでしょうかと思っていたんですが、この戦法がうまくいったのは初回だけ。この後はロックブラストが全然当たらないわで、どんどんレベルが上がっていきましたとさ。作戦は悪くないと思ったんですが、全然うまくいきませんでしたね。次のパートで再戦したいと思います。ご視聴ありがとうございました。